やります。来た来た、これは美味しいだろ。あいつ開けに行ってるわ。強欲だね。あれさ、グリッチだな。これ機関グリッチだ。やるわやるわ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もメトロロイヤルやっていこうと思います。今回やっていくのはボスの振りです。早速装備見ていきましょう。 DPS 精密にベスト3バック3を持って、まあ、こんな感じでね、まあ、ボスの格好になりきってみました。どうなんでしょうか。あのね、ボス本来着てるボスの服僕持ってなかったので、まあ、あの似たようなね服装にしてるんですが、まあ、これでね敵を騙せればいいなと思います。はい、では早速アドバンスソロスクでやっていきたいと思います。レッツゴー。はい、というわけでですね、今回は、ボスの振りやっていきたいと思うんですが、本来だとねこのアドバンスじゃなくて、ベーシックフロントラインの安野屋 PD ですか、あそこのね地下のボスの振りするのが一番いいんじゃないかなと思います。で、あのこのねアドバンスのこちらの2匹のボスいるんですけど、この2体のボスか、こちらの2体のボスは倒されてもマップのマークが消えないので、まあ、本日はねこちらのどっちかになりきっていきたいです。あのバラッカスとかこのあのスネークピットに出現するボスっていうのは倒されるとマークが消えてしまうので、まあ、このねロズホかザベースのどちらかのボスに成り変わっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけでですね、あの絶対に敵にはバレたくないので、あのねこのロズホに向かう道中でさ、敵がね、まあ、このピンあたりから、まあ、撃ってくる可能性もあるので、もうほんとバレないように川の中をね進みながら、ロズホのボスのところまで向かいたいと思うんですが、ね、これボスがさ湧いたままだとやっぱりあのきついので、まずはこのロズホに湧いているボスを敵が倒してくれるところまで待たないといけないんですよね。うん、できればロズホ内に湧いているボスとかボット全員を倒していただきたい。僕一人じゃねやっぱきついですし、ヘルメットをつけてこれないので、もう3ベスしかつけてこれないので、いや今回はですね、あの敵のね動きを、まあ、しっかり見つつやっていかないといけないということですね。まあ、ボットの振りだったらさ、あのボットの湧いてる近くに、まあ、僕もね紛れればいいんですけど、まあ、ボスの振りとなるとやはりね場所も限定されますし、そのボスが倒されてからじゃないとその位置にスタンバイすることができないということで、ちょっとね慎重に動いていきたいかなと思います。まあまだねボス倒されないと思うので、まあ、しばらくねこういったところに隠れながら、状況を見て動いていきたいかなと思います。やります。来た来た、これは美味しいだろ。あいつ開けに行ってるわ。強欲だね。あれさ、グリッチだな。これ機関グリッチだ。やるわやるわ。やめろ、やめろ、くっそ。いるわいるわ、かわいそう。さあ俺がボスだ。くっそ、普通にバレてる。くっそ、マジか。バレンの水中って、マジ？
あ、いいね、いいね。止まってくれた。ナイス、ナイス。こりゃいいね。いやー。こっち止まれよ。オッケーオッケー。やるか。やばい！いやー！やだー！うっそー！仕留めきれんかったー！やべ、回復ねえし。終わりだ。終わったー！やだよー！あんやろ、あーん。は？いや、おかしくない？それは。いや、それはおかしいだろ、さすがに。チーターか。うわ、4人もいるわ。もう最悪だって。なんでこんなに脇ポジ近いんだよ。おかしいだろ。さすがに。やめてくれ。ゴリゴリだしよ。最悪だ、もう最悪だ。なんでこうなった。あらあら、お前らふざけんな、マジで。なんで初期位置でこんなことにならないといけないんだよ。いや、マジか。ギリギリまで粘ったのにこれかよ。ほんと、もう最悪だ、もう。もうやだもう敵が全然来ない。いや、もう無理だ。もうやだ。もうロストだけはやめてください。もう分かったから。もう死ぬの確定は分かってるから、もうロストだけは本当にやめてね。うん。あの DBS 精密さ、一本しかないんだわ。いやー、もう誰かしら帰ってきてくれると思ったのにゃ。